はい、というわけで今回も風のタクトをやっていきましょう。もうね、朝からねバトルフィールドやって、もうお昼ご飯食べて、セナさんもう本当に元気になりました。もう昨日のあの打つ加減がもう嘘だったみたい。もうね、これリンクさん見て、これもうメドリさんがね、これ上乗ってますから、これ上見ちゃう、メドリのパンツが見えちゃう。行きましょう。ここはねもうほんとガン無視したいんだけど、こっちにちょっと逃げ込む。あー、お前らめっちゃ速いんだけど、なにこいつ、この豚ちゃんめっちゃ追っかけるやん。ビビった、ほんと。もうよし、相当しつこかったんだけど、ほんと。あー、取れない、くそ。じゃあメドちゃんをとりあえず操ろうか。この部屋何が隠されてたったっけ。何つった俺。よし、いやほんと昨日は心配かけました。もうね、一晩寝ればもう俺もねすぐ忘れる人ですからね。もう言うたら単純な人ですよ。まあしかしね、それが長所になってるかもしれません、自分の。まあわかりませんけど、まあ、気にしないでいきましょう。よし、ここね、うまいことこう反射させて、オッケー。これで何か、は？うわー、うわー、宝の山、これはこれで嬉しいけど、しかしこれは、あ、もういけるやん、別にこんなことせんでも。何、もうびっくりした。これどこだ。あ、これ上つながってますね。でもこれ上下降りたらこれ大丈夫か。ああ、あ、飛べる、大丈夫、完璧。この天空待って、ほんともう痛いけど、よっしゃ。でね、ここでまずギミックを作動させます。まずメドちゃんを操って片目を、ね、鉄仮面に光をぶち当てましょう。ミャンミャン、オッケー。このね、二人の共同作業が必要ですから、ここから先は。さあ、ちょ加減がむずい。よし、ここで止めて、で半分になってますね。で自分も持って当てます。再現、これでここら辺明るくなりますから、この下に行けるんですよ。まあこっからですよ、もう第一の神殿というのは。もういよいよ怖くなってくるから嫌なんだよな俺。ああ飛ぶなよ飛ぶなよ、よし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 。まあ体力も満タンですし、魔力もありますから、もうああいう瓶とか骸骨とか破壊しないでおこう。うー、もうあれでしょ、あの自然の家とかに行った時と同じ、あのね、来た時よりも美しくみたいな。ああ、もうこいつら鬱陶しいな。あ、でも、ここは行っとかなきゃいけない。メドリちゃんと。よし。頼む、頼む、もう絡まないでくれ、俺に。ああ、いかん、ダメ、よし。強引。完璧。これで、ここ破壊されると思いますよ。お、癒されるな。この恍惚とした表情見てくださいよ、このメドリさんの。もう大人なメドリって感じがしますね。ガラガラガラン。で、ここもすっぱし入っても問題ないか。なんかね、ちょっと待って、コンパス見ようぜ。ここの横も一応いけるんだが、まあいいだろう。もう最短距離というか、もう、ああ、もう飛んじゃって、もう本当にもう、おお。よし、あ、じゃあとりあえずメドちゃんここに落っこって、あー、お前ちょ、よ、よ、あ、固まってる固まってる、やった、あの悲鳴を聞かずに済む、オッケー、バカ野郎。よし、もう楽勝なんだけど、オッケー、これで邪魔者はいなくなりました。お前ちょっと待って、メドリちゃん呼ばなくていい。よし、まずはこれを当てましょう。ウッキウッキウッキン、よっしゃ、メドリちゃんついてきますね。もうお前はほんと、もうそんなに俺が好きか。いつも通りの君でいい。あれどこだっけ、ここ、あれ、こんな弾、いやこれ拾って、あー、めっちゃ金ある。もうここめっちゃ稼げるやんか、ほんと出稼ぎ、ほんと。もう俺あばあちゃんここ来たらいいんじゃないの、ばあちゃんプロロ島なんかより全然稼げる。なんて言わない方がいい。悪ふざけ。オッケー。
あー取れなかった。まあいいだろう。この鏡をうまく使うと思っとるんですよ、僕は思っとるんですよ。鏡を使いましょう。よし、ここいい？オッケー、ほら、この鏡をうまいこと使って反射させる。これがね、この物語後半ね、ちゃんとしたギミックになってますから。よし、どっちから行くか、右か左か。俺は左だな。オッケー、行こう。じゃあメドリちゃん行こうぜ。まあね、余談も挟みつつ、もうあれですよ、しっかりコツコツやっていけたらいいですねと思っとるんですがね。これ大丈夫か、これ飛べるか。行けの、いいね、ほんともう。あー、メドちゃんいいね、いい活躍。よし、これまず押そう。型に、もうこれでいいの？いや、まだだよね。こう型にちゃんとはめたら、うまいこと作動ね、できるので。よしよしよし、オッケー。で、こっち側からまだか？こっちはまだあれか。まあ、とりあえずハンマーで潰しとこう。しらみつぶし、ガトツ。なるほど、オッケー。で、本丸の、右側行きましょう。ここのマスターハンドに捕まってではもう問題外。よし、危ない危ない危ないっす危ないっす危ないっす。クソ、お前、うおー、捕まっちゃった、捕まっちゃったんだけど、どこ行ってく、どこ行ってく、俺どこ行くの、俺マジかよ、ほんともう頼む。メドちゃんどこ、ああまあ元のところにいてくれたらいいのだが、怖いな、ほんと離れ離れっていうのが一番つらい。走れ走れ、こんなとこまでほんと戻されたな。あれやばいぞ、ほんと捕まったら。よし、メイドちゃんここにいたらいいんだけど、あ、いるんじゃない、この真ん前ぐらいにいるんじゃない、いるのかい、メイドちゃん見えないんだけど、どこだよ、メドリー、メドリー、いや、いないですよね。え、この部屋にいるはずでは？ないのか？え、まさか、まさか。通り過ぎた、俺。違うよな、いないよな。メドちゃんどこ？お前違うって、俺も不安でたまらん。あ、怖くなってきた。怖くなってきた。あー、いた。よかった、もう、よし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 。もう、花さんからね。もう、この顔見て、もう、完全にこれもう男、誓いを立てた顔。凛々しいね。行こう。敵はもろ虫、次は右に行きましょう。ほんと焦ったわ。うわー、これやばいな、正気で漂ってる。くそこれ いけんぞ、これはいけんぞ、これは。ちょっと待って、これは多分あれなんじゃない、タクト操って、でメドちゃんを先に生かすのではないのか。よし、まずメドちゃん飛ぶでしょ、いい具合に飛ぶんですよ。あー、でもこれ魔力尽きるな、これやばいな、やばいな、やばいですよね、これ。あー、落ちる、戻れ。よし、あ、しまった、あそこに置い、くそ、うわー、あー、メドちゃんやりやがったな、おい、離せ、ダメだ、使えない、メロちゃん、お前、ほんと、ごめん、ほんとごめん、もうダメです、あ、OK、よし、なんでやねん、宝箱開けたら、ほんともこんなところに太陽ってあったんだね。よし、もう奪われんぞ。よし、いけ。ああ、怖いな、ほんと。メロちゃん、はあ。で、これで真ん中のね、部屋に行けるようになったんですけども、まだまだね、いろいろとやらなければいけないんですよね、これは。あ、乗っちゃダメ。よし、これをまず押して、先、カモンじゃない。まあ、とことこついてきますけどね。このポニーって、あ、しまった、パソコンが危ない。あぶね。
このパソコンな何もマウスいじらなかったら10分ぐらいでもうなんか自動的にあのあれなんですスリープモードに入るから。危ない危ない。あーしまった、メドちゃん、メドちゃん置いてきた。いるのいるの、メドリちょっとね、めっちゃなんかこれめんどくさいんやけど、またこれも押さんのいかんの俺。よいしょ。これもうほんとメドリ連れてかんかったらほんとにもう大変なことになるな。よし、じゃあ今度は連れてっていきましょう。よし、カモンじゃないって、構えろ構えろ、お前はもうくたばっとけ。何これ、お前お前生きてられるの。わあ、くそくそくそ、まあ別にいいんだけどさ。ああ巧妙な手口だった。これは確かね、一応反射できるんですよ。こう、はい、あの、うまく言えないんですけど、どうした？オッケー、わかった、オッケーです。了解しました。もう生意気なんてそんな、メスもないです。よし。まあ、時間もね、差し迫ってきてますから、巻きでいきましょうぜ。まず、メドリをどう操るか。まずここら辺のなんかちょっとくたばっとくか。お前ら、ちょ待てよ。まあこんぐらいでいいだろう。よしよし戻れ。でこのメドさんがこれうまく反射させますから、おーんまおーんまじゃあな。いや、見えた。お前ら、ほんと、メドちゃんのこの魅力にほんと惹かれてっからだよ。よっしゃ、いい感じ。オッケー、完璧。ここ結構早く済んだな。昔の俺めっちゃここ1時間くらいかかったんだけど。遅すぎ。よっしゃ。え？これ中ボスとか来たらこれ時間間に合うの？めんどくせえな、俺も。めんどくせえね。コウモリはぶっしばいて。ちょ、これ巻きでいくぜ、本当に。危ない、インディ・ジョーンズ様様。よし。ほんと、微笑みが出てくるんだけど。いやー、お前か。この連打の音が聞こえるか。お前を相手してる場合じゃない。バイバイ。よし。もう、まっすぐ行ってこう。ここ、メドちゃん連れてっと危ないから、この道案内、道先に案内に。よし。お前な、あー、こいつかよ、お前。めんどくさいの出てきやがった、ほんと。すんげえ、こっちは焦ってんの。どけた、ここは。バイバイ。よし。もう出てこんな？出てこないか？どうだ？一応破壊しとこう。オッケー。危ない。よし。メドちゃん、もういいよ。で、あそこで一回曲奏でて、今回は終わりにしておきましょう。まあ、いい感じに収まったが、まあ、ちょっと焦り気味だったけど。よし、いけ、あ、しまった。いけ、俺の自信の歌。よっしゃ、これで扉バコーンってなって、まあ、いよいよね、敵の本丸というかね、まあ、最下層ですか。そこら辺行くと思うんだがね。まあ、多分次回で攻略できるとは思いますよ。一応ね、何のサブイベントもなく、もう淡々と進めてますが。よし。うん。で、ここ多分下に壺がありますから、ワープ用の。それだけ割って終わりましょう。ああ、ほんとしんどかったな。ああ、しんどかった。しかしな、メドちゃんも可愛かった。あった。よし。ぶっ壊。あ、岩か。ぶっ壊して。ではね、今回もご視聴ありがとうございました。次回もまたお会いしましょう。めっちゃ乗ったし。はい。はい、失礼します。バイバイ。お会いしましょう。